続いて踊り込んでまいりましたのは高円寺の奈良セレンでございます。店長島田清坂さんをはじめ70名の皆さんです。高円寺阿波踊り協会所属の奈良セレンです。謎の浮世絵師と呼ばれた東秀斎写楽の絵に惹かれ、その奥深さは阿波踊りの奥の深さに通じるものと感じたゆえんである。テンポの良いリズムで踊るアホーを演じます。笑顔の私たちをぜひご覧ください。Thank you.